皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もイフトボール2024月曜日恒例週間 FP 予想タイムです。代表ウィークも終わり、リーグ戦の再開です。久保選手は途中出場でしたね。投入4分のアシスト、決勝アシスト、ずっと好調維持してますね。今週はセルティック勢の、ね、方々、日本人は結構元気でしたね。活躍目立ってました。ただ今週もね、バグ強期待の選手、あとは大柄選手がねセンターバックで現れたんで、個性的なメンバーは集まりそうなんで期待しております。こんな感じで毎週紹介やってますので、ぜひチャンネル登録高評価の上またご覧ください。現在年内2万人を目指しております。ぜひチャンネル登録まだの方はよろしくお願いいたします。まずはゴールキーパーからいきましょう。1番目のディミトリエフスキーは画像がなかったので来ないです。もう画像の説明いいですかね。テロップだけ入れときます。そうなると3択かな。まずはソシエダのレミロ選手6セーブ、11人予想はこちらの選手にしました。他ナントのラフォン、こちらも同じく6セーブ、ナポリのメレットは8セーブ、ただ無失点ではありません、まあ、この3人が候補に入ってくるんじゃないかなと期待できます。さあ今週はある意味注目ディフェンダー見ていきましょう。まずはロリアンのスレイマントゥレ選手、少し前に話題になった2メートル4センチセンターバックで果敢な飛び出し見せて、そこにロングボールが放り込まれてヘディングで落としたところこぼれてなんやかんやってアウトサイドでゴールを決めるような形のゴール、登場すればね話題にはなると思うんでね、期待できます。どういう選手かっていうとこんな感じ。もうちょっと全体じわって上がってくるといい感じになりそうです。減ったないんだ。そして今週のバグ強期待は PSG からカルロス・ソレール、フースコのフォーメーション表記は右サイドバックでした。ダゾンは 3-3-3-1 の CMF に置かれてたんで、まあ、どう判断されるかですね。ただインナーラップになりそう。ムバペのクロス、左足ワンタッチ、あとはワンパで叩いてのファビアン・ルイスが決めたゴールアシスト。実はソレール1回しか FP 来てませんね。これディフェンス8振ってるので意外と守備能力あるじゃんと思われますが、8振ってますから、まあ初期値はねこんなもんなので、おそらくディフェンスセンスボールダッシュ右サイドバックになればバグ起用されるでしょう。そしてインテルからはアチェルビルをチョイス、コーナーキックニアでフリックしたところがアシストついた形です。そしてマンチェスターユナイテッドからはダロトのワンゴール、これが決勝点になってます。ミドルシュートがね炸裂したんですけど、なかなかいいシュートではありましたが、ただねダロトが入ってくるとカルロス・ソレールかスレイマン・トゥレの方が外されそうなので、今回はダロトはちょっとお休みしていただいて、もしくはアチェルビかダロトみたいな、その枠で争ってほしいんですね。さあ続いてミッドフィルダー行きましょう。まずは少し前のチャンピオンズリーグの方で持っていたステンフス、今回も1ゴール1アシストで OMF 出場、登場するとまたプチバグ強的なことを起きそうです。そして注目はモナコのゴロビン来るんでしょうか。なんといってもロシアの選手はねなかなかいろいろありますからね。今回メスとの試合だったんですけど、相手のメスの先制点、ハーフウェイ越えないところからのロングシュート、この選手デビュー戦ゴールらしいんですけど、超ロングシュートが決まったんですけど逆転勝利のゴロビン2ゴール。1点目は左サイドから本当コントロールされた、もうここしかない素晴らしいゴールでしたし、2点目のフリーキックもあそこしかなかったですね。絶妙な2ゴール、登場果たしてあるんでしょうか。登場すると初 FP。 ちなみにゴロビンはちょっと身長あるタイプのチャンスメーカーですね、ちょっとタイプはなんかデブライネチックな感じかな。デブライネよりスピードとかがあるタイプ、はい、スキルはこれ。そして今週11人に選んだのはアストンビラからドーグラス・ルイス選手、 PK 含む2ゴールでした。ワトキンスの投資、ミドルシュート、ワンタッチシュートのような形の素晴らしいシュート、あとは PK で追加点挙げてます。ウェストハム相手に4対1でした。そしてラツィオからはルイス・アルベルト、鎌田選手は途中出場でしたが今週2対0で勝利を収めたんですけど、1点目もルイス・アルベルトのチェイシングみたいな形から得点生まれてるんで、登場するとチェイシングとかつきそうですね。そして PSG からはファビアン・ルイス、一応 DMF 登録にはされていたんですがどうなるんでしょうか。チーム3点目を決めてますね。パス受けたところ落ち着いて相手ディフェンダーをかわしてからのゴールでした。そしてパートナークラブインテルからは PK の1ゴール、チャルハノールがマンオブザマッチ。 PK だけだとね予想難しいですけど、どうでしょう。そしてパートナー枠、この選手は来るんじゃないでしょうか。バイエルンからゴレツカです。アーリークロスからゴレツカの頭での折り返しがアシストついた形、1点差になったところをゴレツカがミドルシュートを決めてます。瞬発をねなんとか上げてほしいですけど、どうなるんでしょうか。現在波大きいの選手、あとは今週ミラン戦で決勝点を挙げたロカテッリ、素晴らしいロングレンジからのシュートでした。ディフレクションあってのゴールでしたね。このゴールが決勝点になっています。フォーメーション上はトップ下っぽいポジションをね張ってたんですけど、表記は CMF でした。これ OMF だったらバグ強もあるかもしれません。という今週ねバグ強チャンスのある選手はね何人かいますね。さあラストフォワード陣見ていきましょう。まずはニューカッスルからマーフィー選手、1ゴール2アシスト、トリピアのワンタッチパスからマーフィーの鮮やかなループシュートで、あのゴールも良かったですし、アーリークロスと斜めスルーパスからのアシストでした。
そしてブレントフォードからムブモ、ポジションも変わるのでマーフィーかムブモどっちかかなって感じがしまして、今回私はマーフィー選択。折り返しからの1アシストとムブモ左足、いい意味で力抜いたワンタッチゴールでしたね。そしてナポリからは1ゴール2アシストのポリターノ、あとクバラツリアも2ゴール、左で作ってふんわりクロスから左足ワンタッチ、ポリターノからクバラツリアの個人技からのニアへ決めるゴール、さらにディフェンスラインへ完全ノーマークで飛び出してゴールキーパーと1対1しっかり決めての2ゴールでした。クバラツリア、マーマザマッチはポリターノなので私予想はとりあえずポリターノにしたんですけど、ポリターノはちょうど1年前のイタリアナショナルセレクション以来ですね。これしか来てません、まあ、バランス取れたウィングストライカータイプですね。今回ワンシューで決めてるし、あとスルーパスもワンチャンつくかなっていうところです。そしてアトレチコからはハットトリックですね。 PK 含む形ではありますけど、グリーズマン今週来るでしょう。 PK を沈めて先制すると右足クロスかと思われたあの感じ、なんか滑ったんですけど、シュートにしたのかシュートになったのか、モラタの折り返し、グリーズマンがワンタッチで決めて、今回 CF 出場なのでプチバグ強的なところも期待だし、プレースタイルそろそろねラインブレーカーにしてほしいんですけどね、あの感じだとリンクにされるんでしょうか。そしてこちらもねバグ強期待なんですけど、まあさすがに1アシストだと難しいかな。ジョアン・フェリックス今回センターフォワード出場、今回センターフォワード登場すれば決定力伸びるんですけど、得点してないのに決定力が伸びるという謎現象が発生しそうなので、まあさすがに登場しないんじゃないかなって感じですね。ぜひね次の試合は得点を決めてもらってセンターフォワード出てもらいましょう。そして一番下バルセロナ、マルク・ギウ選手、新しい選手出てきました。トップチームデビューからわずか20秒後の決勝点、何ですかこの選手。来週クラシコらしいですね。勝ち点1差で迎えます。彼のおかげ、しっかりと搭載されてるんですね。187センチとサイズのあるタイプだ。17歳にして体格恵まれすぎ。スキルはループだけです。プレーは17歳と思いませんでしたが、ゴール後のね喜び方は17歳でした。さあ少し戻って、マージーサイドダービーで2ゴールを挙げたサラですね。 PK 含む2ゴール、今回のサラはワンタッチシュートがつきそうなのでその辺も注目集まりそうですけど、 CF で出てはいないので CF ワンタッチシュート欲しかった。今回は右ウィングワンタッチシュート。そしてこちらもねビッグマッチ、ガラタサライとフェネルバフチェからイカルディ2ゴール、こちらも PK 含みます。イカルディが粘ってからのしぶとくゴールへ流し込むゴール、1対1の中82分の PK 沈めて勝ち越し、結構候補のね選手はいるので選ばれるかどうか分かんないですけど、注目の存在にはなるかもしれません。さあそんな中私が選んだ11人こちらです。1点注意はグリーズマンの画像がちょっと怪しいんですよね。もしかしたら来ない可能性があるなら画像がないのが理由かもね。さあそんな大人の事情もありながら、やっぱり注目はバグ強期待のカルロス・ソレレと OMF で今回出してみましたロカテッリ。来ればねバグ強期待できます。そして 2m4cm、 唯一の星4になるかセンターバックのこの方、できたらここにねゴロビンをなんとかねねじ込んでほしいですけど、まあ難しそうですかね。皆さんの予想ぜひ欲しい選手などはコメントにたくさん書いてください。こんな感じで毎週やってますので、ぜひチャンネル登録高評価していないという方は今すぐぜひポチポチやってください。ポチは1回でいいです。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。